ダン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  Thank you for battle。 あーいいっすね、外国の方にも伝わるね。対戦よろしくお願いします。ただなんでありがとうって最初に言うんでしょう、モッティです。さあ相手の方のパーティーご紹介です。バシャナットさ、違う、サンダーバシャジャロ、カラフルですね。なんか誰かのなんかブログとかに書いてそうなパーティー。相手の方のパーティーご紹介します。左上サンダーです。電気飛行。右上がメガ進化してくるサーナイト、エースパー、フェアリー。左真ん中加速、バシャーもメガ進化するでしょう。炎格闘、右真ん中がランドロス、順天。順天が3体いますね。地面飛行。左下ジャローダ、草間の弱、右下がスイックン。強くなー、相手の人のパーティー強くなー、強くなー、やばくなー、勝てなくなー、これ勝てないと思うんだけど。春から行きます？水君。水君どうしよう。水君は、バナでどうにかしますか？バナでどうにかするか。バナでも他全く刺さってないからバナ出せないっすよね。水君ピンポンために。じゃあピカチュウ。え？マジで？ピカ様降臨には無理でしょ。やめ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 。リザー、いや、ダグから入るかな？バシャーがすごい、あ、でもバシャー関係ないんですよね、ダグね。見れないんだよ。じゃあ、パルから入るかな？で、リザーはメタモンですかね。もうどうしようもないんでメタモン投げます。はい。対戦お願いします。まあ、これは全然1800台とかでも見ても全然おかしくないぐらいのパーティーですからね。使う人が使ったらすごい強い。まあ、対面公式的なパーティーですね。相手の初手は、ジャロ。うん。壁ジャロ。いやでも壁ジャロはないジャロな。壁馬車で、どこに繋ぐんだって話ですかね。はい。さあ、この対面。どうしよう。どうしようかな。リザから出せばよかったなってすごい後悔してますけど。まあ、リーフストームはさすがに受からないでしょう、多分。なので、リザーに引きますか。いやーでも、いやーそうだな、タルは取っとかないとですもんね。リザー投げましょう。かなり苦しいですね、これは。まあ、ヘビに睨んでくる可能性もある。何してくるのかな。ヘビに睨んできたー。まあだったらそれを見つららばりでも全然良かったですね。さあ、ニトチャリザが完全に封じられてしまったのが辛い。さあ、そうなってくると、ここで出てくるのは、まあ、解放者でいいかな。誰が出てきてもって感じですかね。さあ、リザ Y に進化していく。相手の人何持ってるかですね。まさかメザイワなんて持ってないでしょ。まさか。まさかね、草技特有の、草タイプ単体特有の目覚めるパワーは今。リフストアさすがにね、もう、メザイは厳選してるんだったら、レート行けよって話ですからね。まあ、多分一回積んで、あれでしょ、竜の波動とかで落としてくんじゃないかなって感じだと思いますが、よいしょ、タスキですね。はい。まあ、急所は当たっても当たんなくてですね。さあ、気合のタスキでジャローダ持ちこたえて、ここで竜波打ってくるのかどうなんでしょうか、というところですね。目。ええと、行けよ。メザイワ。メザイワでしょ多分。水じゃ落ちないし、メザチ当たんないし。いや、これはレート行けよメザイワ持ちジャロとかフリーレートこれもしかして。え、まさかレートレートじゃないよね。レートじゃないよ。ないよ。ないよ。いや、フリー、レート行けよそれは。挑発ヘビネラミ、メザイワ、リフストーム。やばいですね。これはやばいわ。まあ、リフスト打ちます。はい。リフストーム、さあ、先手は取ってますね。こだわりスカーフですから。オッケーですと。さあ、これで、特攻が4段階上がったジャローダが完成しました。馬車がいなければ勝ちです。馬車、ランドいないか、これ。いないぞ、ワンチャンいないぞ、これ。あるぞ。威嚇で攻撃も上がっていく。天の弱ですから。リフソム、打っていこう。リフソム、当たれ、おし、オッケー。いやー、にしても硬いね。これで特攻6段階。いい。叩き落とされて、おいしょ、スカーフ落とされちゃいましたよ、と。ただ、スカーフ
スカーフ落とされたところで、これもう一回相手、もしスカーフだったとして、こだわりスカーフだったとしても、別に畑落とすで大したダメージ入らないので、もうここはリーフストーム打ちましょう。はい。よし、オッケー。よし、これでランドスとかですね。まあ、多分、あれでしょ。直帰ですかね。こだわり直帰とか、まあ、あとは普通にゴツメ。まあ、ゴツメはでも、ジャロ、あの、サンダーっぽいですけどね。はい。さあ、ラスト一体何でしょうか。スイ君。バシャーもいるんだって。バシャパラ入るくないそれ。ヘビにらみが辛いか。まあいいや。したら、パルしてましょうか。パルしてましょう。はい。パル。いや、さすがにそうだね。リフストじゃ、6段階上がってたとしても、リフストじゃ落ちないですよね。落ちたとし、落とせなかったとして、馬車に落とされて、パルでどうにかならないと思うんで、パル投げます。はい。できます。多分馬車で最後、あの、飛び膝蹴りかなんかする感じになるかなと思いますけど。さあ、パルシェーン。さあ、メガバシャーモナイトで進化してきたメガバシャー。おい。したらどうなんだろうな。そっか、でも確かに、あれか、守る、2連守る決めないと、抜けないのか、ジャローダのこと。スカーフメタモンだと。あー、なるほどね。だから、馬車から入ってこなかったんですね。なるほど、よくわかりました。さあ、ここ卓ですかね。あ、卓じゃないですね。ごめんなさい、卓でも何でもないですね。卓にします。卓、いや。6ブラで。流れ当たらないよ。お、まあ、空破ったところでね、相手も素早さ上がりますから、そうなると多分バシャーモの方がまだ早いので、というところの、6ブラストです。格闘には今一つで本能に脱群なんで、倒倍。なるほど。まあ、こんなもんですね。岩なだれ一発で落ちるのかな、どうなんですかね。まあ、6ブラ打っていきましょう。岩なだれ、さすがに次は上がっていくが、さすがのパルシェン。なんと、メガバシャーモの、岩なだれを、乱数2発なのかな、確定3発なのかわかんないんですけど、受け切っての、対戦、ありがとうございました。スキルリンクなんで確定5発です。素晴らしい。いやー、ちょっと一時はどうなるかと思いましたけど、うまーくメタモンが立ち回ってくれましたね。はい。ジャローダにはメザイワを搭載しましょう。使いやすいです。じゃなくて、何ですかね。パルシェンのなんか話は、やったかなって思うんで、まあメタモンは強いですね。未だに健在ですね。久々に、あの、フリーで、使いましたけど、やっぱメタモンって強いです。もう困ったらメタモン入れてもいいぐらい強いですね。あの、相手のパーティー、本当にレートでよく見るぐらいの、1700、1800ぐらいの、あの、レートでも見るようなパーティーなんで、それに対して、しっかりハマったじゃないですか。まあ、やっぱね、積み系にはメタモンは強い。もう何回も言ってるけど。はい。じゃあそんな感じで、このパート終わりです。また、8時にお会いしましょう。18時にお会いしましょう。モッピーでした。